オーディオバイブルジャパン3月24日です。リビングバイブルルカの福音書6章12節から38節です。お聞きください。それから間もなくイエスは山へ行き徹夜で祈られました。夜明けごろ弟子たちを呼び寄せると、特に12人を選び、使徒という名をお付けになりました。12人の名前は次の通りです。シモン、イエスはペテロともお呼びになりました。アンデレ、シモンの兄弟、ヤコブ、ヨハネ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、ヤコブ、アルパヨの息子、シモン、熱心党という急進派グループのメンバー、ユダ、ヤコブの息子、イスカリオテのユダ、後にイエスを裏切った男。イエスは弟子たちと一緒に山を下り、広々としたところにお立ちになりました。すると他の大勢の弟子と群衆が駆け寄り、たちまちイエスの周りは人の波で渦まりました。ユダヤ全地、エルサレム、はるか北のツロやシドンの海岸地方などからイエスの話を聞き、また病気を治してもらおうとはるばるやってきた人ばかりです。悪霊に苦しめられている人もいたので、イエスは治されました。誰もが皆イエスに触ろうと押し合いへし合いの大騒ぎです。触れば病気を治す力がイエスから出て、どんな病気も癒されたからです。それからイエスは弟子たちの方を振り向き話し始められました。あなた方貧しい人は幸福です。神の国はあなた方のものだからです。今空腹な人は幸福です。やがて十分満足するようになるからです。泣いている人は幸福です。もうすぐ笑うようになるからです。私の弟子だというので、憎まれたり追い出されたり悪口を言われたりするなら、なんと素晴らしいことでしょう。そんなことになったら心から喜びなさい。踊り上がって喜びなさい。やがて天国で目を見張るばかりのご褒美がいただけるからです。そして同じような扱いを受けた昔の預言者たちの仲間入りができるのです。これとは反対に、金持ちたちを待ち受けているのは悲しみだけです。彼らの幸福はこの地上限りのものだからです。肥え太り、今は栄えていても、やがて恐ろしい飢えの日が来れば、彼らの大笑いは一瞬にして悲しみに変わるでしょう。褒めそやされる者は哀れです。偽預言者はいつの時代でもそのような扱いを受けたからです。いいですか、よく聞くのです。敵を愛しなさい。あなた方を憎む者によくしてやりなさい。あなた方を呪う者の幸福を祈ってあげなさい。あなた方を侮辱する者に神の祝福を祈り求めなさい。もし誰かが頬を殴ったら、もう一方の頬も殴らせなさい。またもし誰かが上着を取ろうとしたら、下着もつけてやりなさい。持ち物は何でも欲しがる人にやりなさい。盗難にあっても、それを取り返そうとやきもきしてはいけません。人からしてほしいと思うことを、その通り人にもしてあげなさい。愛してくれる人だけを愛したところで、褒められたことでも何でもありません。神を知らない人でさえそれぐらいのことはします。よくしてくれる人にだけよくしたところで、何の意味があるというのでしょう。罪人さえそれぐらいのことはします。また返してもらえる人にだけお金を貸したところで、善行と言えるでしょうか。全額戻ると分かっていれば、どんな悪党でも仲間にお金を貸してあげます。敵を愛しなさい。
よくしてあげるのです。返してもらうことなど当てにせず、気前よく貸してあげなさい。そうすれば天から素晴らしいご褒美がいただけます。神の子供になれるのです。神は恩知らずの者や極悪人にも憐れみ深い方だからです。天の父と同じように憐れみ深いものになりなさい。人の荒探しをしたり悪口を言ったりしてはいけません。自分もそうされないためです。人には広い心で接しなさい。そうすれば彼らも同じようにしてくれるでしょう。与えなさい。そうすれば与えられます。彼らはマスに押し込んだりゆすり入れたりしてたっぷり測り、あふれるばかりにして返してくれます。自分が測るその測りで自分も測り返されるのです。人には広い心で接しなさいという翻訳になってました。私たちは割に心が狭いですよね。自分と違う人が受け入れられないということを経験します。私たちの教会はブラジル人の方々の教会と協力しています。お互いに良い交わりを持っています。このところでイエス様は、広い心を持って与える人はまた自分の計りで計り返されてたくさん与えられると言われています。私たちも広い心を持っていろんな人を受け入れて平和を作っていく、そういうものになりたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。